こんにちは、よそやマスターです。今週はですね、第53回小倉大賞典についてお話をしたいと思います。小倉大賞典ですが、頭数がですね、14頭と、小頭数ではないもののフルゲートにならなかったといったメンバー構成です。で、一つはですね、このレースですね、先行馬がかなりいるので、そういう意味ではですね、馬券的にはちょっと面白いレースになる可能性があるのかなというふうに思っております。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、福島記念ですね。で、このメンバーから上位4頭出走してくるんですが、ちょっと勝った馬から順番に見ていくと、かなりですね、早いペースでマルターズアポジーが逃げたこともあって、これが大逃げですね、追って、離れた3番手を進んだのが、勝ったですね、ステフ・フェリオですね。で、ステフ・フェリオは、ここを追走したので離れた3番手なので展開に恵まれた感もあるんですが、ただですね、後続を1馬身4分の1差ということでは強いのかなと思います。で、マイルスタイルもですね、逃げなかったと見れば逃げなかったんですが、ただ離れた2番手を追走していたので、もう短期逃げと同じ状態ですね、での2着といった内容です。で、その後ろの、インコースにいたのがエアアンセルですね。で、これが3着といった内容なんで、上位はですね、どちらかというと、福島の小回りで外を回らずに、拉致沿いを通った馬が1、2、3といった内容です。で、4着がですね、ちょっと離されちゃってるんですが、ナイト・オブ・ナイツがですね、ちょっと外目を回っていたので、展開次第ではこのナイト・オブ・ナイツも、差のない競馬をしてもおかしくないのかなという感じがしています。次ですね、中山金杯ですね。で、このメンバーからはですね、3着の谷野フランケルで、あと下もいるんですが、7着のエアアンセムあたりもいるんですが、ちょっと谷野フランケルを中心に見ていこうと思います。で、1枠1番を引いたこともあってですね、注文をつけて花に立っての3着ということですね。で、ペースもかなり遅かったので、これは展開に恵まれたのかなという感じがしています。で、今回先行馬が揃っていることを考えると、この時負けているエアアンセムあたりがですね、着差もですね、7着とはいえ0コンマ1差なので、逆転する可能性の方が高いのかなという感じがしています。次ですね、京都金杯ですね。で、マイスタイルが出てくるんですが、マイスタイルこの時ですね、逃げないで前2頭を生かして3番手の外目から流れ込むといった内容です。で、逃げない競馬ができたのは収穫なのかなという感じもしますが、ただですね、やはり京都の開幕週は差しが届きづらいということもあったので、それでうまく先行できたと見れば、今回先行馬が多いので、注意は必要ですが、ちょっと、軸とかですね、本命級っていうところまではいかないのかなという感じがしています。最後ですね、ケイティ・クレバーが勝ったレースですね。これはこれも京都ですね。で、京都馬ですね、もう前が止まらない馬場だったので、楽に逃げて押し切っただけといった内容です。で、今回ですね、やはり一番逃げを打つマルターズアポジーを筆頭にですね、かなり逃げ馬が多いので、そういう意味では厳しい展開にならざるを得ないのかなという感じがしています。で、展開を見せしながら解説をすると、まずマルターズアポジーの大逃げで話始まると思うんですね。で、あともですね、それ以外ももう7、8と、逃げ先行勢がいるので、これはちょっとペースが緩むことは考えづらいのと、久々にかなりの後ろからの追い込み競馬になってもおかしくないのかなという気がしています。ちょっと内から見ていきますが、1番サイモン・ラムセス、これもですね、逃げ馬なので、やはりですね、この先行争いに巻き込まれることを考えると厳しいのかなと思います。で、2番のエアアンセム、これは絶好ですね。内枠を引いて中段よりやや後方のインコースで足を貯めて、構想ということなので、これは今回は巻き返す可能性が高いのかなと思います。で、谷野フランケル、前回1枠1番で逃げていて、で、2走前もスローの2番手でアテンフェスタとの一択きりなんですね。で、それを考えると今回どうもかなり人気になりそうなので、そういう意味ではちょっと人気ならばあんまり買いたくないなという感じがしています。で、マウントゴールド、これもですね、どちらかというと先行馬なのであんまり買いたくはないんですが、チャレンジカップの2走前のようにですね、この、先行集団から離れたインコースで追走できれば若干チャンスはあるのかなと思います。で、レトロロック、福島記念では惨敗ですが、この馬小倉だと走るので、これ刺す競馬もできるので、後方で足を貯めて前崩れの競馬になったら、どこまでといった感じかなと思います。で、マルターズアポジは最近逃げて止まるので止まるでしょう。で、ブラックスピネルもですね、これも前回スローで逃げ切っただけなので、今回は逃げ馬がたくさんいるので厳しいのかなと思います。で、マイスタイル、前回で抑える競馬をちょっと覚えさせたものの、やはりですね、どちらかというと先行した方がいい馬なので、
まあこれもですね、どちらかというと抑え程度でいいのかなと思います。で、鈴鹿ディープもちょっと厳しい、ケイティグレッパーも逃げないと厳しいと。で、ナイトオブナイツ、これもですね、ここに、2回よく追い込んではいるので、前が崩れた時に、直線行きという可能性は若干あるのかなと思います。で、ステッフェリオ、前回ですね、どちらかというと離れた3番手先行勢をもうマイスタイルを追いかける形だったので、あんまり前行くと嫌なんですが、まあもともとサスケーバもできる馬なので、そういう意味ではですね、後ろで構えていれば重賞連覇のチャンスはあるのかなと思います。で、8着2とはちょっと厳しいのかなといったところです。で、一応ですね、このように14と分析しております。で、このレースに関しては先ほどからお話ししているように、もう逃げ馬だらけのレースなので、もう先行勢みんなやめて後ろ馬券を買った方がいいなというふうに思っております。あとはですね、小倉のですね、競馬の馬場を見ながらですね、最終的な予想したいなというふうに思っております。